ロブ・アントワープです。ウィズ・カリファとコンバースがコラボをして出したやつで、今のところ履いてる人に日本で出会ったことはないです。ディッキーズとかハフとかスケートのカルチャーのブランドと合わせて僕は着て履いてます。スケートブランド着てるときはジョーダンは履かないです僕。あ、そうなんですか。はい、中は派手なんですよ、ね、僕が大好きな LA のホリシなんですけど、カートゥーンっていう人とバンズのコラボなんですけど、もう何年に出たかも覚えてないです。そんなにでも新品だったら多分結構な高額で取引されてるような、すごい重いんですけど昔のやつなんで、ジョーダン1のシャドウ 2.0 ってやつですね。シャドウってシリーズが大好きで、今回はモノトーンカラーで、いつもシャドウって言われるだけあって結構暗めのスニーカーなんですけど、今回のモデルはちょっと明るめのモノトーンチックなのが来たので合わせやすそうだ。 T シャツパンツは全部ご自分のブランドです。そうです、ロスカミューというブランドです。5月1日かなにローンチされました、はい、グレーとか黒って合わせやすいんで、はいはい、今日はそういうスタイルで、はい、まとめたいなみたいな。狙ってるスニーカーみたいな、狙ってるスニーカーはやっぱトラビス・スコットのジョーダン1はいつかは欲しいなと思ってます。基本こう定価でゲットしたいタイプなんですよ。なんかムカつくんでそう、これから出るのであればもうすげえ頑張りたいなと思います。ヨコさんにとってスニーカーは何ですか。外に出る楽しみをなんかさらに上げてくれる存在というか、2021年のスプリングサマーコレクションはあのサイトの方に残り少ないんですけど今アップさせてもらってます。それで7月にホリデーコレクション、まあ、夏に合うアイテムを何点かリリースするので、そこも注目してもらえたらと思います。